ももしもし、はいはいああーそれはもう分かってますはいはい <laughs> 合格させればいいんですよねはいはいはいいえいえもちろんもちろんはいもうもうもう <laughs> それなりにい,たいただいちゃってるんで僕もはいいやもう,もうこういう世界ですからはいはいありがとうございますはいよ、はいしっとじゃあ始めるかじゃあどうぞ失礼しますはい大声芸人といいますよろしくお願いします素晴らしいね ありがとうございます。えっと、じゃあ今からネタを見させていただいて。はい。えー、合格不合格決めさせていただきますので。はい。はい。じゃあお願いします。よろしくお願いします。大声芸人です。よろしくお願いします。大声芸人のショートコント。大声ワン。あー本がたくさんある今日はたくさん本読むぞそう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 ここ図書館。周りから集めたい目。ヒー大声コント。 もうすぐ、もうすぐ、僕の番。次の方どうぞ。はーいよっしゃー呼ばれたそう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 、ここは病院。周りから冷たい目。シーンー大声、その 3! 僕は結婚式の参列者本人じゃないから新郎新婦から冷たい目ヒーどうもありがとし不合格賄賂もらってるけど賄賂もらってるごめん超えてきたおもんなさがうんワイルうんあ大体のもうおもんなさやったらもう通んねんけどなえげつない額のもらってるからうん1000万超えのおもんなさうん ワイルドうん、ワイル、うん、ごめん。あ、いや、あの、いや、そうか、し、知らんよな。うん、うん、ワイルな、なんで、なんでこいつ守られてんのなんか、えげつない金持ちから。なんででも超えてきたうん、出さねえプライドがもう許さねえうん。ワイこんなおもんなやつ出さねえおもんなすぎるワイル、うん、いや、ごめん、ワイルもらってて僕ネタ番組のオーディションをしたことないんですけど。いや、すごいな、こいつ。守られてんねや。うん。でも今回に限って俺はもう超えてきた。うん、ワイルの額。おもんなさが超えてきた。 うん。ワイルのおもんなさ。えげつないワイルの額もらってるけど、それ超えてきた。うん。知らんでええと思うけど、うん。何も知らんでええけ思うけど、バックにすごいのついてる君。うん。バックにすごいも物ついてんねんけど、それ、うん。やったらもうちょいネタ磨いたほうがいい。うん。超えてモテる。いや、オーディション受かるんで、毎回。その、うん。今までその大物が守ってきてくれてるけど、もう大物も守りきられへんぐらいのおもんなさになってきてるから、うん。もうちょい、もうちょいおもるだけでいいから。うん。もうちょいおもいだけでいい。うん。 これで何も知らずに活動したらそれでいいから。うん。いけつない思どるで、後ろに。なんやろめっちゃ腹立つなんかあいつ。大声芸人ですなんと、YouTube チャンネルを開催しましたさあ、ということで今日の、この今 YouTube を収録している場所は、そう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 、図書館、森から冷たい目、ヒーふわっふわっふわ。ふわふわ ファッ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 。安心して活動すればいい。登録者数がもう10万人ぜひ読んでください。わー。すごいんだから。わー。斜めなんだから。酔いそう 酔っちゃいそう。僕、もう酔っちゃった。僕はもう入っちゃった。ネタサロンに。ええ僕は酔っちゃった。そう、自分に。かっこいいんだから。みんな、ネタサロンに大集合ジャルジャルタワー